こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読を忘れなく。では始めましょう。タパレスが予想以上に強かった。 4R でダウンした時は 5R で終わりかなって思ったけど、そこからタパレスのディフェンスがうまくて井上がなかなか仕留められなかったね。あれだけ井上がパンチを空振りするのは初めて見たかも。最後はあっさりダウンして終わってしまったけど、きっとかなりのダメージが蓄積されていたんだと思う。素晴らしい試合でした。やっぱり日本が誇るボクシング界の傑作、井上尚弥。しかしながら相手もポイントは井上が押してる中でもカウンター狙いの他の面でも随所に巧みさがあったと感じました。井上ファンとしての結果は意思として、スーパーバンタムに上がって相手のタフネスなのかどうか、井上選手のパンチの破壊力は当然効いてるだろうと思う場面でも動きが止まらず手は出るとか、相手レベルもすげー上がってるんだと実感できました。フェザー級の井上選手も見たいけど、まだやれることはあるんだなと、それもまた見たいし、ともかく勝ち格だとしても練り戦の内容絶対見たいですね。井上選手は中盤以降のどこかで左肩を痛めなかっただろうか、気のせいか終盤右のパワーパンチが目立ってディフェンスとうまく噛み合ってなかったような気がしました。しかしとにかく勝ててよかったです。思えば階級上げていきなり2戦続けてチャンピオンとのタイトルを制したわけですから、肉体の疲労は大変なものだと思います。来年は急がずに、もし怪我をしているならゆっくりと休養を取ってからで良いと思います。過去にも拳を痛めていてますから、公言している残り5年を大切にしてもらいたいですね。やはり一発の重さがすごいんだな。綺麗に入ったわけではないが揺れたのかな。しかしタパレス強かった。ガードというかいなし方がうまかったし、4ラウンドから戦い方が変わり、珍しく井上は手こずってましたね。右がなかなか届かないが、タパレスのパンチは伸びてきて戦いにくいそうだった。井上の次なるターゲットが何になるのか楽しみです。あの井上が圧勝とはならなかった。タパレスもさすがは2団体を統一した王者。意外にも井上が何発かもらっていた。井上の強さがあまりにも別次元なだけで、タパレスも前回のフルトンも本来ならすごく強い。戦うフィールドが違うけど、将棋の藤井聡太八冠も井上も勝つかどうかだけでなく、一体誰が彼らを破るかという話題になる。それはすごいことだと思う。タパレス前線だが、あれだけ井上の圧を受けていたらダメージも蓄積するね。一つ間違えればタパレスの強いパンチで倒されていたかもしれないが、一つも間違えないところに井上尚弥の強さがある。両選手に拍手。ヘビー級みたいな倒し方で笑ってしまった。あのパンチはないわ。タパレスがずっと半身のままで井上の右の射程外に体を置いて、井上が無理に当てようとして体が流れたところをちょこちょこ打ったり、ノーモーションで小刻みに当てていたが、判定不利と見て左ストレートを当てに行こうと整体した瞬間、井上の右の射程圏に頭が入って、あれだ、ボディに何発も耐えて2団体チャンプにふさわしい。アフマダリエフ戦はまぐれではなかった。緊張感のあるいい試合だった。中盤以降はタパレスの半身で構える策がハマって結構苦戦した印象やけど、倒しきるのはさすが井上尚弥だ。タパレス頑張ったな。相当トレーニングしたんやろうし、この試合への気迫はすごく伝わった。史上2人目の2階級4団体統一おめでとうございます。後半は結構攻めあぐねてる感じだったから判定もあるかと思ったのに、最後は結構あっさり倒れたのには驚いた。やっぱり序盤からのダメージの蓄積も結構あったんだな。あとパンチの入ったタイミングも良かったから効いたのかな。とにかく強いな井上尚弥は。しばらくはこの階級に君臨するんだろうな。次の試合にも期待だね。お互いの高度なテクニックが飛び交う10ラウンドでした。最後はあっけなく崩れ落ちてみたいな感じやけど、カード上からでも効かす井上選手の破壊力はほんと化け物すぎる。そのパンチをかいくぐって精神すり減らしながら戦ったタパレス選手もすごかった。両雄に拍手喝采です。そして井上選手マジで最強、おめでとうございます。井上尚弥が生まれる前にボクシング界では日本人世界戦21連敗という冬の時代があった。内山も山中も長谷川も辰吉も出る前の話で、オールドファンならご存知の歴史でストップさせたのが大橋会長。当時
日本人選手は KO 負けかクリンチ、判定負け、もしくは疑惑の判定勝ちばかりだった。まさかこのような KO で白黒はっきりさせるボクサーが出てくるとは思いもよらなかったな。ドラえもんの世界じゃないが、その当時のファンに30年以上後に4団体統一に階級制覇の日本人選手が出るぞと教えて勇気づけたい。絶対笑い者にされるのは間違いなし、それぐらいの偉業だし、心から祝福と感謝したい。おめでとうございます。いやータパレス強かった。ダウンを先に取って吐いたものの、井上チャンピオンもパンチをもらっていたので、いつもより緊張しながら試合を見ていました。とはいえさすがですね、とうとう2階級を完全制覇ですから。やはりこれまでとは階級差も感じつつも、改めて井上チャンピオンの強さを改めて感じた好試合だったと思います。井上尚弥選手が2階級で4団体統一に成功し、10回 KO 勝利を挙げたのは格闘技史に残る大偉業だ。彼の勝利は単なるチャンピオンの称号以上のものを持っている。井上選手の技術、スピード、パワー、戦略的な試合運びが彼を現代ボクシングの頂点へと導いた。今回のマーロン・タパレス選手との対戦では、その圧倒的な強さとプレッシャーを見せつけファンを魅了した。この勝利は井上選手のキャリアにおいて新たな道を開くだろう。彼の次の挑戦は楽しみだ。タパレスのカウンターが思った以上に高レベルだった。 4R、5R でタパレスのカウンターやクリーンヒットを許していたが、6ラウンドからは逆にカウンター狙いで待ちに入って綺麗にカウンターをつなげていた。攻め手がなくなり、タパレスが重心を後ろに置いて消極的になったが、よ決して前に出た10ラウンドにガードの上から粉砕。驚くべきはその引き出しの多さだわ。相手が何もできなくなっていく。もっともそんな中で勝つ意志を持って前に出たタパレスは賞賛に値するし、過去1位の上にクリーンヒットを与えていたと思う。良い試合を見せてくれてありがとう。タパレス強かったな。ガードが固く井上のパンチが効いてるのか効いてないのか分かりがたかったが、途中から分かるようになった。耳が赤くなってたね笑い。逆に井上も良いのをもらった時は耳が赤かった。我慢比べみたいな試合だったけど、やはり終始試合をコントロールしてたのは井上で、予想以上にタフだったタパレスにも拍手を送りたいくらいに素晴らしい試合だった。マーロン、タパレスは井上尚弥が今まで対戦した中でも一番怖かった。どね、あとはどつき合いの激戦だったが、それとは違う怖さ。井上尚弥のリアクションを見てもタパレスのパンチの重さが伝わってくる。ガードがうまく一発を狙っている感じがひしひしと伝わってくる。万が一にも食らったら試合中に戻ってこれないダメージを受ける可能性がある。ロープ際で弾き飛ばした後の追撃を控えたのも肌感覚でリスクを感じていたようにも映った。緊張感ある本当に素晴らしい試合だった。1階級上の手強さを感じたモンスターがさらに進化していく姿を楽しみたい。スーパーバンタム級に残って前王者フマダリエフとの対戦は楽しみだが、体重超過の問題ジネリとは、これは形は違えど圧勝、内容で圧倒していた。派手な勝ち方ではなかったが、タパレスは相当研究していたし、当てにくい相手だったし、タフだった。そんな相手を蓄積のダメージで10カウントで下してしまう強さ。いつも通り顔は綺麗なまま、後ろ重心の相手に対してボディで KO の展開を予想したけど、今日はパンチの軌道をかなり工夫しながら結果倒しきった。井上尚弥の技術を改めて知らしめたと思う。素晴らしい試合だった。今回のタパレスは井上選手にとっても1点2を争う強さだったんじゃないかな。途中ガードに回ったラウンドもあったけど、正直ここまで真っ向勝負してくれる相手はいなかったと思う。最後はあっけなく終わったって見方もあるかもしれないけど、タパレスの涙を見る限り最後まで勝つつもりで諦めず戦ってたんだと思う。このタイミングでこの2人が戦ったことでお互いまたレベルが上がったんじゃないかと思う。2人とも熱戦をありがとう。